シーガーとは、イギリスの艦隊防空ミサイルシステム。システム区分は GWS-30。第二次世界大戦末頃より、イギリス海軍はフリーゲート用の誘導ミサイルの開発に着手していた。今後増大が予想される対艦ミサイル脅威には、艦隊空ミサイルでなければ対処できないと見積もられたことから、このミサイルは航空機だけでなく、 対艦ミサイル防御も想定したものとされていた。当初は、ベン、1946年にはロングショット、1947年にはポップシート、順次に計画が改定されていった。しかし、当時、軍事省のミサイル開発部門は、シースラグなど、すでに着手されていた、開発計画で防殺されており、余力がなかったため、1948年9月には、 爆量要求事項から削除された。ポップシーの代わりに、70口径 76mm 連装砲による、ディックアによる、対艦ミサイル防御も検討されたものの、やはり性能的に不十分であった。このため、小規模な作業グループが組織されて検討が継続され、1949年4月1日には、ポップシーの有効性を裏付ける答申がなされた。しかし依然として、 国内で開発できる見込みが立たなかったことから、アメリカ合衆国との共同開発が施行され、1950年7月には調査団が派兵された。英米共同開発としてのモップ C は、アメリカ海軍では結局採用されなかったものの、ターターに影響を与えたという説もある。また、マサチューセッツ工科大学が、 アムス5ミーティア向けに開発していたナロービーム連続波誘導装置の技術供与を受けられたのは大きな収穫であった。その後、シースラグの開発が一段落したのを受けて、再びイギリス単独での計画として、1954年にはポップシーを引き継ぐ形でオレンジネルがスタートした。百五十六年に正式な爆料要求事項が策定された後、 計画はしばらく停滞気味だったが、1958年の艦隊要件委員会の提言で、ミサイル非装備のフリーゲートは10年以内に、陳腐化するとの見通しが示されたことから、再び加速されることになった。アメリカのターターの導入も検討されたものの、将来発展性の不安と高さから棄却され、1960年より小型艦用誘導兵器の計画が着手された。 この計画では、ブリストル社の CF-299 ミサイルと同社のレイピアを発展させた PT-428 ミサイルが検討され、全社が採択された。1962年にはシーダートと解消し、1967年11月より生産に入った。停泊中のリバプール、射撃式レーダーのレドームが外されている。 インビンシブル搭載のシーダーと発射機ミサイルの誘導方式はセミアクティブレーダーホーミングを採用した。ミサイル側のアンテナとしては一般的なパラボラアンテナではなくアメリカのタロスと同様にポリロットアンテナ4本をエアインテーク周囲に配置する方式とした。また、艦上の下記完成レーダーとしては909型が搭載された。エンジンとしてはブースターとしては 固体燃料、ロケット、サステナーとしては、ラムジェットを搭載した。速度は、低高度で2500フィート、S、高高度では2900フィート、S に達した。ミサイルの発射には、連装発射機が使われる。この発射機は40発を収容する、タマコと一体化しているが、フォークランド紛争においては、その防火ドアの閉鎖に不具合があったことが報告され、 後に回収が加えられている。なお、このミサイルは限定的ながら対艦攻撃も可能なため、42型駆逐艦は、あえて対艦ミサイルを搭載しなかったという。シーダートミサイルシステムは、収益から9年後のフォークランド紛争で、初めて実戦の洗礼を受けた。この際、シーダートは7機の確実な撃墜を記録している。偵察のため、 高高度から接近してきたリアジェットとの交戦では従来知られていた有効射程外で撃墜を達成した。また、アルゼンチン軍航空隊による攻撃に対しては、イギリス海軍空母搭載のシーハリアー戦闘機が不利となる高高度での応戦を担当し、2機のスカイホーク攻撃機、1機のピューマヘリコプター、1機のキャンベラ爆撃機を撃墜している。その一方、 極めて優れた低空侵入能力を示したアルゼンチン軍航空隊に対してシーガートミサイルは必ずしも優秀ではなかった。シーガートミサイルによって艦隊防空を行うはずの42型駆逐艦はより短射程度が優れた追随能力を有するシーウルフ艦対空ミサイルを搭載したフリゲートによって護衛される必要があった。実際、フォークランド紛争においては 本システムを搭載した42型駆逐艦のうちのシェフィールドとコベントリーの2隻がアルゼンチン軍の航空攻撃によって戦没している。フォークランド紛争の後、シーダートミサイルシステムは数字にわたる改良を受け、この紛争で明らかになった問題点を絶正した。これにより本ミサイルシステムは西側諸国でも 屈指の中距離艦隊空ミサイルシステムとなったのである。そのことを証明したのが湾岸戦争中の1991年2月に発生した戦闘であった。この時、シーダーとミサイルシステムを搭載したイギリス海軍の駆逐艦グロスターはアメリカ海軍のオリバー・ハザード・ペリー級ミサイルフリーゲート・ジャレットと共にイラク沿岸に対する砲撃を実施する戦艦。 ミズーリを護衛して、イラク沿岸域で作戦行動中であった。イラク軍は、この船体に対して HY、HY-2 対艦ミサイル2発を発射した。船体は直ちに対応行動に入り、チャフを発射するとともに、電子妨害を実施。これにより HY、HY-2 のうち1発は海に着弾した。しかしチャフの展開により、ミサイルを迎撃するために作動状態に入った。 ジャレット搭載のファランクス CIWS が誤作動を起こし、ミズーリに対して数発を発砲、水兵1名が負傷した。一方、グロスターは、シーダーとミサイル2発を発射し、依然として飛翔中であった残る HY-2、ミサイル1発を成功裏に撃墜した。これは、世界のいかなる艦対空ミサイルとしても、初めての対ミサイル迎撃のスコアである。 搭載されていた42型駆逐艦は旧式化し、後継の45型駆逐艦と交代し退役した。45型駆逐艦は、対空ミサイルシステムとして、パムズを搭載しており、これがシーダーとシステムの後継となる。ありがとうございます。